夜になると、発売が迫るマリオパーティースーパースターズ、本作に収録している5つのボードの中から3つのボードを新たにご紹介。目的地までたどり着けるか、ぐるぐるの森、チョロプーが進めるルートをコロコロ変更、2つの島を行き来するヨッシーのトロピカルアイランド、スターを持つキノピコの位置がクッパと入れ替わっちゃう、昼と夜で変化するホラーランド、昼は石像のキングテレサが、夜になるとプレイヤーのスターを奪い大暴れ。さらにミニゲームだけをとことん遊び尽くすモードを新たに収録。世界中の人を相手にどこまで勝ち続けられるかを競うサバイバルや、息の合った協力プレイで勝利を目指すタッグマッチなど、7つのコースをご用意。本作に収録しているスゴロクとミニゲームの全てがオンラインに対応。一人でもみんなでも気軽にマリオパーティー。マリオパーティースーパースターズは10月29日発売。絶対勝ちますよ。おお、右が欠けです。全部左側にもあったね。これ攻め方が難しい。橋いっぱいあるし、日本にはなさそうな。確かに風がなんか上げっぽいね。ちょっと右からの上げ、だいぶ悩んでますね。悩んでますね。あ、こっちは、あっち行く、行くの、届かないから無理だよね多分、こっちだね、やっぱりやめ、やっぱりやめましたね。この辺がいいかな。ちょうど線ぐらいのところに落とす、見てるね、さすが。じゃあフェードにしてみようかね。風もね、右からだから。ナイスショット。ナイスショット。いい球打ってんね。完璧じゃない、これ完璧かも。すごいね、やっぱり。いいね。ちょっと我々こっち行ってみます。こっち、あ、小島で行きますかね。行ってみてほしいね。行ってみましょうね。どんなショットを打ってくんでしょうか。勝ちに行きます。よっしゃ。いや、まずい。これ大丈夫か。うわ、まずいんじゃない、これ。やっちゃー。あー、いや、ここでバックスピンで、はい、バックスピンで。
夜になると、発売が迫るマリオパーティースーパースターズ、本作に収録している5つのボードの中から3つのボードを新たにご紹介。目的地までたどり着けるか、ぐるぐるの森、チョロプーが進めるルートをコロコロ変更、2つの島を行き来するヨッシーのトロピカルアイランド、スターを持つキノピコの位置がクッパと入れ替わっちゃう、昼と夜で変化するホラーランド、昼は石像のキングテレサが、夜になるとプレイヤーのスターを奪い大暴れ、さらにミニゲームだけをとことん遊び尽くすモードを新たに収録。世界中の人を相手にどこまで勝ち続けられるかを競うサバイバルや、息の合った協力プレイで勝利を目指すタッグマッチなど、7つのコースをご用意。本作に収録しているスゴロクとミニゲームの全てがオンラインに対応。一人でもみんなでも気軽にマリオパーティー。マリオパーティースーパースターズは10月29日発売。